皆さんこんにちは。工学館泉ヶ丘港工社長の松井です。今回は泉ヶ丘港の紹介をしていきたいと思います。まずは泉ヶ丘港の立地についてお話ししていきます。最寄り駅は仙北高速鉄道泉ヶ丘駅徒歩3分のところにあります。駅直結のため安心して通塾することができます。また近隣の高校には仙北高校、境菓子高校、手塚山泉ヶ丘高校、東大谷高校があり、多くの生徒さんが在籍してくれています。次に校舎の雰囲気についてお話ししていきます。公立高校の生徒さんが多くいるので元気な生徒さんがとても多いです。校舎自体も活気に満ち溢れています。勉強って大変なことだと思うんですけど、前向きに勉強を頑張ろうとしていてとてもいい雰囲気になっています。泉ヶ丘校の魅力としては、みんなで切磋琢磨して勉強を頑張ろうという生徒さんが多いことだと思います。地元が同じで工学館で再会したり、高校が違う子同士で友達になる場合もたくさんあります。みんなで第一志望合格を目指せるのが泉ヶ丘校の魅力です。校舎の実績についてお話しします。高校の成績順位が下から数えた方が早い生徒さんが工学館に入塾してきました。確かに学力がかなり厳しいという状況ではありましたが、やる気と第一志望に合格するという熱意は人一倍持っていました。その生徒さんが工学館で適切な学習をした結果、第一志望の大学に合格することができました。このように現在の成績は関係なく、やる気と熱意を持って工学館に来ていただければ、第一志望の合格をつかみ取ることができます。泉ヶ丘校が目指す校舎像は、全生徒さんに第一志望合格にとことんこだわって勉強してもらうことです。勉強しているとどうしてもネガティブな気持ちになってしまいます。そうならないためにも、全スタッフが明るく元気よく挨拶し、学習相談の時も前向きにアドバイスをしています。また講師全員が生徒さんと同じぐらい生徒さんの第一志望合格にこだわって授業をしています。生徒さんが目標に向かって努力できる理想的な環境がある校舎を目指しています。それでは泉ヶ丘校の校舎の中を紹介します。こちらが自習室となります。平日は14時から22時、土日祝日は10時から22時まで空いています。自習室内は主語厳禁であり、生徒さんたちは集中して勉強することができます。こちらが教室になります。泉ヶ丘校では少人数制の授業を実施しています。講師と生徒の距離が近く、自動的でなく能動的な授業環境を用意しています。数学という科目は公式や使い方を覚えてしまえばいいと思われがちですが、入試においては全く違います。入試問題は多分野との融合がなされたり、式や図形の形が非常に難しかったりと、どの公式を使うのかすらわからない問題が非常に多いです。ですので数学の授業では解法そのものを身につけてもらうということよりも、どうしてそのような解法に至ったのか、その考え方っていうものを身につけてもらえるように意識して授業しています。英語の授業を行う上で心がけていることは、単なる暗記で終わらせるのではなく、根本的に理解をすることです。試験問題は常に初めて見るものなので、しっかりと理解をしていないと入試本番でその知識を応用することはできません。そのため生徒の皆さんに理解をしてもらえるまで徹底的に指導を行っています。生徒の皆さんには楽しく工学館に通って前向きに勉強を頑張ってほしいと思っています。工学館に来て一番最初に顔を合わせるのが私たち事務員なので、明るく元気に振る舞うように心がけています。ここまで見ていただいてありがとうございました。現在の成績で志望校を決めようとしている生徒さん、やる気と熱意があれば何とでもなります。その実績が工学館にはあります。見た目は少しいかついかもしれませんが、気さくに話します。なので一度工学館に相談に来てください。